徳島市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、徳島県に設置された市範学校である。本校は、徳島県市範学校、徳島県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。徳島市範規制学校、名東県市範学校高知県、徳島市範学校級、徳島市範,範学校、徳島尋常市範学校、 徳島県神城、市販学校徳島県市販学校徳島県女子、市販学校徳島市販学校前身の徳島県市販学校から引き継いだ徳島市南津根三島町一丁目の高地を使用したが、1945年7月の空襲で主営室以外を消失した。第二次世界大戦終戦後は、大江郡鴨島町の津井製紙工場で事業を再開した。 一時、徳島市、民屋町の県立以上中学校に移転した後、1947年12月に、元の常三島コーチに復帰した。常三島コーチは、後進の新生徳島大学に引き継がれ、現在に至っている。前身の徳島県女子師範学校から引き継いだ、徳島市徳島本町2丁目のコーチを使用したが、1945年7月の、 空襲で校舎を消失した。疎開を経て、第二次世界大戦終戦後の1945年、大江郡西大村西尾への江川遊園地に移転した。1947年11月に、徳島市中昭和町の徳島移転後に移転した後、1949年3月、男子部校地に移転し、男子部、女子部が統合された。中徳島町の旧校地は現在、 元平設校の更新校、徳島県立上等高等学校の校地となっている。徳島大学50年史による、鳴門教育大学附属小学校園各史では、1875年12月2日、創立となっている。徳島市史、第4巻教育編、文化編493ページによる、徳島大学50年史では1877年1月、解消。 徳島市市第4巻教育編文化編494ページから495ページによる徳島大学50年史18ページ徳島市市第4巻教育編文化編503ページ漢方第4865号昭和18年4月2日 AB 漢方第5565号昭和20年8月1日ありがとうございます